皆さんこんにちは、マイガーデン&ライフのカイです。今日はものすごい、とにかく美しいベゴニアを皆さんにお見せしたくて動画を撮っております。もしよろしければお付き合いいただけると嬉しいです。それではスタート。まずこちらのベゴニアなんですが、原種のベゴニアとなります。原種っていうのはもともと自然界にあるもので、それに対比されて言われるのが園芸種と言われます。こちらはですね、ベゴニアネグロセンシスと言いまして、1週間かな、10日ぐらい前に購入させていただいたものです。去年の7月にもネグロセンシスは1回購入しているんですけれども、実は最初水苔で育ててて土植えに変えたところ、うまく土になじまなくてそのまま溶かしちゃったことがあったんですね。でずっともう1回育てたいなと思っていたんですが、ベゴニア店で、販売されてたのを拝見しまして、即決で購入させていただきました。また溶かしちゃうんじゃないかなとかっていうのをすごい心配してたんですけれども、最初にね育てていらっしゃった方がとってもよく育ててくれていたと思いますし、あとはこのカップでね販売されていて、購入した時は多分このカップの高さよりも低い背丈だったんですけども、それよりちょっと高く大きくなったっていう感じですね。このベゴニアの美しさといえばやっぱりこのピンクのドットじゃないでしょうか。ちょっと今日見ていたところ、この緑の部分がねすごく薄くなってきてるような感じがして心配だったので、改めて今夜になって時間ができたから確認がてらですね見ていましたところ、このピンクのラメラメ感めちゃくちゃすごい綺麗だと思いませんか。でそれで一人で興奮するのもなんなのでこうやって動画に撮っているというところです。せっかくなのでもう一種原種を紹介したいと思います。こちらがですね、同じく10日ぐらい前に茎だけで入手したベゴニアパボニナという品種ですね。もしかしたらご存知の方もいるかもしれないんですけど、これはですね角度とか光の加減もしくは育て方によって青光りするんですよ、本当に青。今ね私が育ててるパボニナはちょっと黒っぽいかなとかモスグリーンっぽいかなっていう感じがしますけれども、これ実際現物青光りしたところを見ると本当に感動すると思います。私がですねこのパボニナを欲しくて、まあ、今回手に入れられたわけなんですけど、幸運にも、一番最初に本物を見たのは上野の、博物館かな、植物展っていうのを去年2021年の7月にやってまして、でそれを見に行ったらベゴニアがやっぱり一種だけあったんですね。それがベゴニアのパボニナというタイプです。でその時やっぱりちょっとね暗いところに置いてるんですよね。で暗いところに置くと多分光の加減によって青く光るという品種になります。でいただいた時本当にこの葉っぱ2枚だけでしたし、いただいてからどうだろうな、12時間以上放置してからの植え付けだったんですね。なのでうまくいくのかなっていうのはすごく心配でした。いつも私はですね植え付けというか挿し木とか葉挿しとかしたら触るなほっとけって言うんですけど、さすがの私もですねなるべく触らないようにしてたんですけど、とうとう今日開けてみたところなんと新芽が出てきていました。めちゃくちゃ嬉しい。これ新芽です、嬉しいね。で土植えにね最初からしようかなというふうに思ってはいたんですが、水苔の方が安心できる、つまりなんでかっていうと湿度を保ちやすいから、土よりも水苔の方が私的には安心してこの苗を育てられるなと踏みまして、茎をですね刺してこのようにビニールで覆って下を輪ゴムで留めて少しだけ空気穴をですねここかな
そこを開けてですね、酸素も通るようにだけど湿度も保てるようにという感じで育てておりました。場所的には日陰ですね、明るい日陰、直射日光は全く当たらないんですけど、割と明るめのずっと一日中日陰になるような室内で管理しておりました。湿度は多分80度ぐらい保てたんじゃないかなと思います。今日は7月の4日なので、ぴったり10日でこのように新芽が出てきたので嬉しいなと思っております。あー、よかった。あとはもう一種類ご紹介しようかなと思います。これはビピナンティフィダーという同じくベゴニアなんですね。これがベゴニアなのって思う方もいらっしゃると思います。いきますよ、3、2、1、じゃーん。どうでしょう、これをパッと見てベゴニアだっていう風にすぐに分かる人はなかなかいらっしゃらないかなと思います。ベゴニアの特徴をやっぱり持っていて、それは何かというとアシンメトリーの葉っぱなんですね。どこがアシンメトリーなんだよって思うかもしれないんですけど、この葉っぱ、これを1枚という風に考えた時にやっぱり左右非対称に見えませんか。で、葉脈だけが残ったような形というふうに私は捉えていて、なんかやっぱりベゴニアの左右非対称の美しさというか、なんかこう魅惑的な形、フォルムを持っているベゴニアだなと思います。すごい繊細そうに見えるんですけれども、ピビナンティフィダは結構割と強いなというふうに思ってて、まあ、苗がねいただいた時これぐらい、5月21日にいただいているので43?ちょうど1ヶ月半ぐらいかな育てているわけなんですけど、割と育てやすいかなと思います。で、湿度をですね保たなければならないという感じでもないような気がしていて、まあ、一応さっきお見せした通りビニール袋をかぶせて湿度をね保てるように、このカップの下のところに水苔を入れて、まあ、土は湿った状態になっていて、これはほとんど無機質の土だと思いますけど、バーミキュライト、軽石、鹿沼土、赤玉土かなぐらいのもので育てているんですが、割とね葉っぱがしっかりしていて硬いので、シダみたいに難しくない、私的にはシダの方が難しいと思いますね。シダのなんか湿度管理というか火の当て方というか、まあ、ちょっと研究不足だっていうところもあると思いますけど、ちょっとあまりねシダの方が難しいような気がするぐらい、このビピナンティフィダは繊細に見えて難しくないかなと思います。で、育て方によっても葉っぱの色がね結構変わってくると思います。ちょっとここの下の部分を見ていただくと、かなり暗い色、モスグリーンに見えると思うんですけど、上の葉っぱの方は割とグリーンな感じになっていると思います。多分私がゲットした時にもともと育てていた方の育て方がここの下の方の葉っぱに反映されてるのかなというふうな気がしています。上質でももしかしたら大きくなってたらいけるかもしれないなと思っていますが、ちょっと心配なので、このまま大きく育てて、大きく育てて株分けできてから上質にチャレンジしてみようかなと思います。私ですね、こうやって考えるとやっぱり植物の中でベゴニアが一番好きです。いろいろ動画を作ってるんですけど、ベゴニアの数がダントツに多いと思います。なので今ですね、植物どうだろう、何種類か分かんないですけど、ベゴニアはおよそ30種類ぐらいになっちゃいました。まあ、木立ち性のベゴニア、根茎性のベゴニア、こういう変わったって感じのものとか、タイガースプーンみたいなレックスっぽい感じの、ベゴニアとか、いろいろ含めてですね、本当にたくさん、増えてきてしまったので、皆さんにもじゃんじゃんご紹介して、皆さんが好きなベゴニア、これだったら可愛い、これだったら育ててみたい、憧れるっていうベゴニアをですね見つけていただくべく、どんどん発信したいなと思っております。ベゴニアの育て方、木立ち性ベゴニアのね育て方についてはたくさん動画を作っているので、そちらを見ていただければと思いますが、今後こういう、ちょっと変わったベゴニアの増やし方だったり、
扱い方だったりちょっとしたコツなんかもですね、私が分かった限りでどんどんお伝えしていこうと思っております。私は植物が大好きで植物に関する動画をアップしております。ぜひチャンネル登録していただいて今後の発信をチェックしていただければと思います。各週金曜日20時半からライブやってるんですけど、今週末は、ライブもやりますので、ぜひぜひリアルタイムで参加してください。リアタイで参加できなければ、アーカイブで見ていただいても構いません。 Twitter、Instagram もやっております。ご質問等ありましたら、YouTube のコメント欄、 Twitter、Instagram で連絡いただければと思います。それではまたね、バイバイ。